12時間18分58。優勝は井上博と三菱重工でした。今フィニッシュ。1時間10分台の記録でした。学生です。柳谷ひな、関西大学。うわ、両手を上げてフィニッシュ。があるっていう選手なので、まあ、こういう歴史を持っている選手もこれから出てくるかもしれませんね。チャキアのレスポンス経験があって監督もですね、竹富監督も名古屋が終わった後に素質はないけど努力ができる選手だと、コツ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 とこなせるタイプというのは彼女に勝るものはないというぐらい今チームを引っ張っている存在。これでも2時間24分台、安定感はさすがです。佐藤沙耶香、積水化学、今6着でフィニッシュです。26秒塗り替えること、これには及びませんでしたが、今大幅に自己ベストを更新してフィニッシュです。
実に日本のトップ選手であることを証明していると。粘り切って今フィニッシュです。15時30分から第41回大阪国際女子マラソン表彰式を行います。また16時15分からは福士加代子選手の引退セレモニーを行います。まだ続々と選手がフィニッシュに向かっています。最後まで応援をよろしくお願いいたします。Thank you.